セントルイス交響楽団はアメリカ合衆国ミズイリ州のオーケストラ。1880年に設立されたニューヨークフィルハーモニックに次いでアメリカで2番目に古いオーケストラである。セントルイスのパウエルシンフォニーホールを拠点としているが、カーネギーホールでの定例演奏会や海外での演奏旅行を定期的に務めている。付属合唱団やセントルイスユースシンフォニーも併設されている。 教育活動にも携わり、学校などの教育現場で1年に350回の無料演奏会を行っている。地方のアフリカ系アメリカ人の25の教会と提携し、聖火隊や信徒たちとも共演している。2005年6月に、学団員は不正契約をめぐってストライキを続行。それから2ヶ月後に賃金の向上と福利構成の改善を規定する。 新しい契約によって総裁ランディ・アダムズと和解した。辞書レーベルアークメディアでの録音はグラミー賞に56回ノミネートされ、そのうち6回受賞した。現在の音楽監督はデイビッド・ロバートソン。随時イツアーク・パールマンが音楽顧問を務める。過去の音楽監督は以下の通り、ありがとうございます。